皆さんこんにちは。今回はクリームチーズとドライフルーツのグリッシーニです。グリッシーニというのはクラッカーのような食感のスケック状のパンの名前です。名前は中かっこよくて難しそうですが、すこぶる簡単です。特に難しい作業は一切ありません。材料用のドライフルーツ以外を袋に入れます。よく揉みながら均一な生地になるよう練っていきます。これでほぼ作業の7割くらい終了です。超手抜きのようですがそれくらい作業が少ないです。袋に入れてからだいたい10分くらい揉みながら練っていきます。硬さは普通くらいで出来上がりです。もし袋に入れたまま揉むのが難しい場合は台の上に置いて袋の上から練ってもいいです。生地ができたら袋から出します。袋から出したら生地を広げてドライフルーツを入れて折り込んでいきます。この時の注意点は力を入れすぎないことです。折り込んだら生地を平に伸ばします。生地を伸ばしたら細長く切り分けていきます。1組む幅くらいに切ってください。細長く切った生地は少しねじって細長く成形します。長さは16、20組む位に成形してください。ここまでできたら後は焼くだけです。180度で22分ほど焼いたら出来上がりです。